できないことをできるようにするのが練習だ。どうもジャミューです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。久々のスワップルールですね。さあ、テッドからスタートしていく。まあ、開幕は、のぷよ側全消しはとりあえずなかったんで、まず、スワップにおいて見るのはそこ。開幕テッドスタートでも、まあ、ぷよ側から一応その、画面は始まってるんで、まず、ぷよ側の、開幕全消しあるかないかっていうのを見ることが、一番最初のスワップにおける技術の一つですね。さあ、切り替わり間際、テッドリスってきたのをしっかり総裁外して、テッドリス仕込み。それに対して相手は2ライン仕込みなんで、これは有利ですね。まあ、一応火力は来るけど、こちらのまあ仕込みの方がでかいんで。総裁外されて、こっちに4個振って、相手にまあ1段強化。なんで、有利だが、しっかり油断せずに、この有利を生かしていきたいですね。さあ、1回単発来て、もう1回単発来て、さあ、振らなかった。OKOKOK。で、発火していきましたね。それに対して、こちらも81で発火する。これはどうだろう。同じぐらいか。連鎖数的には同じ、いや、7ダブに対して8連だから、1連相手の方がでかいか。しかし、まあ、普通に、テトリスで全然、まあ、1連の差は言うほどではないんで、全然受け切れますね。しっかり受け切ってから、テトリス。で、トリプル消し、トリプル消しから、そう、1回受けてから3ライン消しですね。そのままその3ライン消し、今のを消してしまうと、お邪魔が上にあったんで、ぷよ側で受けてしまうことになっちゃうんで、時間の猶予がなくなってしまいますから、できるだけまあ、テッド側で受けて、しっかりコンボをつけたって感じですね。ああいうとこでまあ、時間のね、その猶予が本当に、だいぶ影響してくるんで、後々に。ああいう細かいとこも非常に重要。さあ、2連鎖に対し、こちら本線発火して、相手も本線発火していない赤がなかったですね。それに対し、こちら8連鎖まであるんで、これは有利。ネクストで発火できるのかな？ちょっとネクスト見てなかったけど、ポリレンの4連、J ミの T ミの L ミの I ミのと掘れるが、その後が掘れない。さあ、ネクスト発火できるのか？赤で発火できれば一応5連鎖あるけど、ちょっと帰らなそうだな、5連じゃ。しかも引けてなかった。まあ、これは引けてったとし、ん？緑まで入ったか？いや、入ってないな。ネクストで最後に置いたミの、てか、ツモが、緑だったから緑が入ってるように見えたけど、まあ、5連しかなかったんで。これは、普通に、勝ちましたね。相手が、赤入ってなかったのか。2連打って、ちょっと時間なくなってしまったか。赤が入れんの忘れてたのか。まあ、これはしっかり、本戦を打ち切って、テッドで、追い打ちして勝ちましたね。さあ、今度は、てか、今度も、GTR、お互い GTR で、さあ、1回2連鎖打っていった俺。受けてからの81発火か。しっかり81で発火してくるのに対し、とりあえずもう、とりあえず積もって発火すること。もう発火することがもう第一優先なんで。もうとりあえずもう、ね、発火に全てをかけたって感じですかね、今のは。さあ、相手が、10連鎖か。10連鎖に対し、こちらまあ連鎖数的にはだいぶ負けてたけど、相手がちょっとまあ置き見せで下ってるんで、普通にプラマイゼロになった感じですかね、これは。さあ、テトリスにはせずに、堀のルートを見た上での、2ライン消しからの、これ2発仕込みですね。まあ、そのテトリスにしてしまうと、ちょっと2発仕込みできなくなってしまうんで、あえてダブルトリプルにしたと。それで2発仕込みで相手のぷよ側の、時間をなくす感じですかね。まあ、絶対にテトリスにしなきゃいけないってわけではないんで。2ライン仕込み、てか2発仕込み非常に強いんでね。ああいうとこで、そういう立ち回りを取り入れておくと。からの、3ライン消しのコンボ付き。しかし相手も本線発火して、こちらも本線発火して、相手9連に対して7連なんで、ちょっと帰ってきましたね。しかし、問題なく耐えれて、相手 T ミノの置き密。まあ、これはおそらく、問題なく掘れるでしょう。さあ、TSD テトリスの地形用意して、総裁外してからしっかり T スピンダブルからのテトリス。さあ、2ライン仕込みじゃなくて2発仕込み。強いですね。非常に強いですね。ぷよ側に2回分振って、だいぶ相手のぷよの飽和を減らした感じ。これは相当有利。テトリスでも結構まあ、下穴がいいし、ぷよぷよの、飽和でも相当有利なので。さあ相手4連発、じゃない、5連鎖発火してくる。ちょっと黄色が引けなかった。これ大丈夫か？ジェイミの、エルミのジェイミの、アイミノまでコンボついてるけど、相手も結構連繋がってるぞ。なんとか耐え切れたか。しかし危ない。
ティースピンシングル切って、テトリスひっくるがなんとかティースピンダブルで相殺してるけど、バックトバックついてないんで1ライン来ましたね。さあ、ティースピンダブルからの2ライン消し。オッケー。この2発仕込みのタイミングっすね。相手が相殺を外してしまうと、仕込みが間に合わない。間に合わなくて、相殺を、てか、仕込みを間に合わせようとすると、こちらの攻撃が送られるという。この2発仕込みのね、その絶妙なタイミングがあるんですよね。それのおかげで相手の仕込みが間に合わずに、こちら、まあ、悠々と本戦発火して勝ちましたね。まあ、ぷよ側で、ま、一応、ぷよりょうでは圧倒的有利だったんで、まあ、テト側で差し切られなかったっていう時点で、ほぼ、勝ち確みたいな感じなところはありましたが。さあ、今度は、テトスタートで、ドネイトにしていった。ちょっとアイミノ消費してしまったが大丈夫か、これ俺。アイミノの質より多いが、まあ、それを見てしっかり総裁当てつつ、テトリス送って、切り替わり間際テトリス仕込みたいな。仕込めた。相手もでも仕込んで、地形的にはちょっと相手の方が有利かな。T ミノ、T スピン次に構えてるんで。それに対し、こちらちょっと若干デコボコなんでね。現状では、ペペペマン側が有利っすね。しかし、まあ、プヨ側では、相手の方が、飽和は、飽和的には辛いんで。さあ、発火してきた。緑が飛んでいるが、4連止まり。しかし、俺も、4連止まりだった。さあ、これはちょっとお互い本戦下ってたが、やっぱり、残りのテトリスの地形に差が出ちゃいましたかね。ただ、一応、キゾルで発火できたんで、ここで、ミスったか。ネクストに一応黄色ゾロが来ていたんで、ネクストで発火できたんで、今の、テト側で延命すれば、返すことはできたんですけど、ちょっとミスってしまいましたかね。まだその、ホールドボタンと、てか、ホールドが残っていたんで、時間までのカサカサの猶予はあったと思うんだけど、ちょっとミスっちゃいましたね、もったいない。本戦も発火することまでたどり着ければ、おそらく有利にはなってたと思うんですけどね。さあ次、お互い再び GTR で。引けなかったけど相手も単発だったか。これ引けなかった時というか、ネクストで発火できない&本戦も発火してない状態で相手に本戦発火されるともう巻き角なんですけど、相手も単発コンボだけだったのでなんとかなりましたね。さあ、T ミノの置きミスしてるけど、Z ミノじゃない、S ミノでしっかり屋根つけて、DT4 打ってきましたね。さあ、TSD から仕込んで仕込んで、レンガ繋げられる感じのルート。さあ、相手、普通に本戦発火してきて、これ伸ばしだが、一回2連鎖でちょっと妥協しましたね、これ。9連鎖。カサカサして、どうなってんだ、これなんか、ぶっ壊れて、後ろもなんかすごいことになってる。5ダブの、超多連結6ダブ。星まで軽減させたが、これはどうだろうな。一応コンボつけて、しかし電話繋がるんで、まあ耐えれそうですね。J ミノ、O ミノ、T ミノ、I ミノ、L ミノまでか。の9連で軽減させて、相手も、プヨガで火力を送ってたけど、コンボ付きの、連の方が、火力は、高かったというか、まあ全体的な火力では高かったんで、問題なく耐えれましたね。さあ、こうなると、まあ、プヨ量的には、5部ぐらいなんで5部ですかね、現状では。テトリス仕込みに対して相手3ライン仕込み。まあ5部ですね。さあ1ライン強振るが。打ってきた、4ダブ5連。しっかり5連鎖までのコンボなんで強いですね。引けないことを恐れて妥協して紫単発から延命する形。一応3列連地区には構えているんで、うまい掘りのルート見れれば耐えれそうだが、J ミノ、T ミノ、L ミノ、I ミノ、I ミノ、S ミノ。一回受けてからの、おー、これ、繋がりますね。これは繋がる。あ、この試合か。これ覚えてるな、これ。これ、神彫りしたやつですね。実戦でやってたのを覚えてます。さあ、テトリス仕込みからの、2ダブ。2ダブで削って、刻んでいき、さらにコンボの4連鎖。3連鎖までのコンボからの、4連鎖ね。この素晴らしい掘りは覚えてる俺。実戦でやったの覚えてますね。これは俺にしか耐えられないって言ったこの試合は非常に印象に残っているんで覚えてます。で、これで圧倒的有利を保ってからコンボをしっかりつけて、T スピンダブル、テトリス、T スピンダブル、
コンボ付きで、さらにテトリスからの T スピンダブル。で、削ってって、ほぼぴったりで刺していくとね。いやー、この試合はね、本当にかなりってかもう神試合と言ってもいいぐらい神プレイでしたね。本当にもう堀のルートを完璧に見なきゃ、耐えきれなかったし、しかも、相手も普通に連繋いったんで、その後の追い打ちもしっかりしなきゃ、これを刺しきれなかった場面だったんで。いや、これは、すごい良かったっすね。1回目の手との耐久も良かったし、2回目の手との耐久はもう凄まじかった、本当に。しっかり3列連チックで、若干掘りづらいような、ミノだったんですよね。連が繋がりづらそうな。そんな中、しっかり、まあ、堀のルート見つけて、最後に、Tスピンダブルを持ってって、耐えた上での、しっかり直列を利用した効率のいい火力の作り方で、相手を刺していくと。これは、神プレイでしたね。なんでこれ、神プレイ、出て、スーパープレイなのかって、ちょっと気になるとこだけど、これ神プレイにしてほしかったな。相当内容いい、いいプレイしてたんでね。まあ、こういうのを、まあね、やっぱりやっていきたいっすよね。はい、でもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。